和国の政治家同国の大統領を27年間務め、外資の導入よる経済開発やアメリコライベリアンと先住部族との社会的格差や差別廃止に力を入れるなど貢献したが、独裁的な大統領でもあった。1895年にリベリアメリーランド軍ハーパーで生まれたアメリコライベリアンである。弁護士だったタブマンは百二十三年に ホイックの議会で当選し、政治家となった。1931年に議員を辞任しているが、1934年に再び当選。1937年に最高裁判所で、準裁判官になるため再び辞任している。1944年リベリアの大統領に就任。アメリコライベリアンと先住部族との経済的、政治的、 社会的な大きな格差を緩和するため、国家の統一を図ろうとしていたが、選挙権はアメリカン・ライベリアンの男性にしかなく、実質はアメリコ・ライベリアン基盤の保育党の一党独裁のままであった。また、第二次世界大戦に対しては、パブマンは連合国側につき、ドイツ、日本、イタリアの数軸国に宣戦布告した。その後、アメリカの影響と援助を受けながらも、 方面での外交にも力を入れようとした。タブマン大統領は国の経済などが未開発だったため、経済開発などをして発展させるため、1948年便議地石船制度を導入する。これにより、アメリカ企業を中心に国内の鉄鉱石、天然ゴム、木材などの開発のため、30以上の外国企業が参入し、リベリアの経済発展に貢献する。 1951年にはアメリコライベリアンの女性と先住部族の土地所有者に大統領選挙権を拡大し、さらに1957年には先住部族の差別の撤廃に力を入れた。1952年の大統領選では先住部族クル族出身のリドフートエを破り、再び大統領となる。通 a は選挙手続きに疑惑があるとして、 国際連合に提訴したが、タブマンは通営を弾圧し、通営は国外亡命した。後に国交を樹立することになるが、タブマンの在任中はソ連との接触はあったものの外交関係を結ぶことはなかった。しかし、1971年イギリスのロンドンの病院で入院していたが手術中に死亡した。タブマンの副大統領だったウィリアム・トルバートが、 タブマンの後を引き継いだ。リベリア国民民主党に所属する政治家ウィンストン・タブマンは彼の孫である。ありがとうございます。